最近ね、もうガソリン代がさ、すごい値上がりして、あと電気代も上がってるしさ、ガス代も上がってさ、なんかさ、お店もさ、値上げしたいんだけどさ、一人でやってるしさ、おばちゃん美容室だしさ、値上げしづらいんだよね。だから、とりあえずできること、看板を、電光看板から、普通のね、もう昼間だけ見えればいいような看板。夜は光らせないで、電気代を節約したり。あと看板がね、お店と、外とね、2箇所ね、ついてたんだけど、1箇所だけにして、1つは取り外して、普通の、看板1つだけにしました。それでね、だいぶ電気代が節約できるからね。で、あとはね、お店の無料でね、ジュースを帰りにさ、無料でジュースを一人一本ね、自由にね、持ってっていいんだけど、それのね、コンセントを抜いて、ジュースをね、常温にしました。それもね、みんなに協力してもらいたいなと思ってね。でも思ったより生えてな、生えなかったね。もうちょっと生えてきちゃったかなと思ったけど、顎だけじゃない、やっぱり。ここら辺生えてきたあ、そうね。ですね。その辺ちょっと薄くなって。に生えてきちゃったね、首のところに。あ、なくて本よ当でかっすた。か。ここら辺がやっぱりね、そうですね。薄く生えて生えてきたよね。た。多分前の同じペースだったら多分生えてなかったと思うんですけだから1ヶ月半もほら、1ヶ月に1回来てんじゃん、今さ。ど。はい。10回とか。11回だから、まだ生えてきちゃうよ。ヒゲは生えてこないけど、産毛は生えてくるからさ、今までヒゲがあったところにね。まだ11回なのでね、このように産毛が生えてたところが赤くなって、ちょっとポツポツしてるのは、これはちゃんと焼けて反応したっていう証拠なので、これは心配ないですね。これ3時間もすれば消えちゃうし、この後ね、冷たいアイスのみたいなね、やつでね、冷やすので、そうするとね、赤みは落ち着いてきます。この赤くポツポツなってるって、肌が赤くなってるのは、機械がちゃんと反応してる証拠なので、特に心配する必要はないです。絶対やけどしたりね、水ぶくれになったりしない機械なので、その辺はね、安心してもらって大丈夫ですね。顔はまだ1ヶ月に1回ペースだね。乳首がね、なくなっただけでよかったわ。今までね、上がホットドリンク、下がクールドリンクでね、あったかいのと冷たいのと分かれてたんだけど、今日からね、常温にしました。節電のためね。もう電気代が値上がってるんで、これ結構ね、電気代、パワーが必要なんで、切ることにしました。